はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。今日はこちらですね。うん。レゴスターウォーズ、ナブースターファイターです。こちらですね、先日発売されたばかりのナブースターファイターですね。うん。購入しました。前ね、アドベントカレンダー、レゴの。うん。あれでちっちゃいのはこれ、持ってたよね、確か。うん。確かあったと思うんだけど。こんなに大きいのは初めてですね。はい。そして今回ですね、ミニフィグで、コマンダーのバトルドロイド。それと普通のバトルドロイドが2台、うん、あとオビワンケノビーとアナキンスカイウォーカー、それとナブーパイロットとアルツリツが入っていますね、うん、では早速作っていきましょう、うん、はい、ということで完成しました。こちらがナブースターファイターですね、うん、かっこいいね。かっこいい。素晴らしいです。見事に再現してるんじゃないかな、うん、ね。今現在はですね、アナキンが乗っておりますね、うん、こう開けましょうか。ここに乗っております。で、後ろに R2D2 乗ってるね、うん、はい。R2 は下にボタンがあるから、こう押すとこんな感じで飛び出すね、うん、本当はナブスターファイターって言ったらね、下から R2 入っていくんだけどね、うん、こうやってニューって入っていくんだけど、これは上から飛ばす感じだね、うん、殴るためなの。あと、アナキンだ。そうか。はい、そしてこちらがミニフィグのアナキンスカイウォーカーだね、うん、これはですね、ナブースターファイターのヘルメットをかぶってますけど、こんな感じでございます。ヘルメット取ってですね、アナキンの頭つけてあげようか。こんな感じになりますね。かわいいよね、うん、で、子供なので足が曲がらないですね、うん、レゴの子供はね、いつもこうだよね、うん、なのでナブースターファイターに乗せる時は立ってます。はい、こんな感じ。これ立っておりますね、うん、はい。ちなみにアナキンは顔をひっくり返すとちょっとにっこり顔になりますね、うん、こちらがオビワンケノビーだね、うん、オビワンはこれはね、パダワンの時のやつなんだけど、ちょっとね、髪の毛がルークっぽい髪の毛になっちゃってて、そこがちょっと残念かなって感じだな。もうちょっと髪の毛ツンツンしてたんだけどね、エピソード1のオビワンはね、うん、あとできればクワイガンジンが入ってればよかったんだけどね。そうだね。ねえ、残念。で、こちらが R2D2 です。上がね、銀ピカの方だね、うん、X ウィングの R2 はね、ここら辺ね、ちょっともうちょっとのっぺりしたからね、うんうん、そしてこちらドロイディカー、結構強いんだよね、こいつはね、うん、くるっと回すとですね、なんかそれっぽく、ま、丸くなるので、こうやってね、劇中みたいにゴロゴロ回してね、遊ぶこともできるね。そうだね、うん。そして他にはですね、このナブースターファイターを置くための台がね、これすごい、これがあるとこんな感じでね、自由に置けるし、すごいこれ、うん、今までも欲しかった、これ X ウィングとかでも欲しかった、これ、うん、ナブースターファイターに乗るためのはしご、うん、あとね、うん、あとはこれ武器庫だね、武器が入ってる宝箱みたいなやつ、うん、今回ね、すごくいいなと思ったのがこのね、レーザー砲のとこなんだよね、うん、ここが今まではこの辺の後ろのね、レーザーの後ろの方を触ってピョンって飛び出すタイプだったんだけど、今回はですね、この赤いの、これをですね、左右に動かすと発射するようになってるね、うん、今やってみようか、うん、いくよ。おい、出た。おお、ちょうどいいちゃんとこ行った。いや、もう一個。おお、結構これすごいよね、いつもね、勢いがすごいよ、ほんと。本当にこれは人に向けてはいけないね、危ない。ちなみに以前紹介しました X ウィングファイターと大きさ比較してみましょうか。こんな感じだね、うん、あー、ナブースターファイターの方がやっぱちょっと長いんだな、ね、尾っぽがちょっとだけ長いって感じだね、うん、でもコックピットの位置が全然2つとも違うから、うん、でも似てんね、コックピットの位置。 こんな感じだよね、うん、こんな感じ、反対側みたいな。あ、これシルエット似てるんじゃない。おー、ほんとだ、似てる。ねえ、うるぽん。あー、やっぱこうやってなってるといいね、うん、新旧のビークルの共演だな、うん、これいいな、うん、そうだよ、だってこっちはさ、アナキンのちっちゃい頃でしょ、うん、こっちはルークだもん、うん、すごいことだよ、これ、うん、時代が違いすぎるよ。この時はもうアナキンダースベイダーです。そうだよね、そういうことだよ。はい、ということで今回はレゴスターウォーズナブースターファイターでした。